バンダーグラフ・ジェネレーターは、イングランド出身のプログレッシブロックバンド。略称、VDGG。同ジャンルの創造期から活動しているグループの一つ。主催者にして、詩人ピーター・ハミルのスタイルを色濃く反映させた、陰鬱な音楽性を特徴とする。1970年代で解散していたが、2000年代半ばより再始動している。バンド名の由来は、バンデグラフ機電機。 創設者、ピーター・ハミル1967年に結成。ピーター・ハミルによる内政的かつ哲学的な歌詞を全面に出しつつ、演劇的で抑揚に富むボーカルとそれに呼応する複雑でエキセントリックな展開を持たせた音楽性がイタリア等で人気を得る。1972年解散、1974年再結成、1977年バンド名を バンダーグラフに変更。1978年解散を経て、2005年に再びバンダーグラフジェネレーターとして復活した。2008年には初来日公演を行った。再結成後のライブピーター・ハミルによる内省的かつ哲学的な歌詞を全面的に出したサウンド。多彩なボーカルをストーリー性のために放出させる歌詞変調的なスタンスは、 ハミルのソロワークにおいても踏襲されている。結成時、ファーストアルバム発表頃までは、サイケデリックロック要素が強く、クレイジーワールド・オブ・アーサー・ブラウンの影響も見られる。バントンのオルガン、ピアノ、エリスのゴリゴリしたベースが特徴的。1969年から1972年までは、 バントンの境界音楽風のオルガント・ジャクソンのサックス、フルートをくとしたサウンドである。1974年から1976年では、バントンのオルガント・ジャクソンのサックス、フルートに加えて、ハミルのエレクトリックギターの比重が増えてきた。1977年から1978年のバンダーグラフ時代には、バントンとジャクソンが脱退してしまったため、 グレアム・スミスのバイオリンをフィーチャーしたサウンドに変化した。この時期のライブでは、ハミルのギター、ポッターのベースともにかなりアグレッシブな演奏となっており、このサウンドは後に、ハミルが結成する K グループに引き継がれている。2007年以降はジャクソンが脱退したため、ハミル、バントン、エヴァンスのトリオという今までにない編成になった。そのため演奏面では、 バントンのオルガンとハミルのギター、ピアノを書くとしたサウンドになった。バンで、グラフ記電機2020年5月時点通常、第1期第5期を、初期、第6期第7期を前期、第8期を、後期、第9期第10期を、末期、第11期以降を再結成後と呼んでいる。1967年末に、ハミル、スミス、バーンの3人で、ファイアブランド、 サンシャインを含むデモレコーディングを行った。1968年春にデモレコーディングを行った。1968年夏にハミル、スミスの二人で、68年秋にハミル、スミス、バントンの三人でデモレコーディングを行った。五人でデビューシングル、People You Are Going to Firebrand 録音。スミス脱退後の四人でアフターワーズ ネクロマンサーの2曲録音、後にファーストアルバムに加えた。ファーストアルバム、エアゾール、グレーマシーン録音。ファーストアルバムはもともと、ピーター・ハミルのソロアルバム制作のために第4期のメンバーを集めたもので、後に、VDGG 名義になった。セカンドアルバム、ザ・リースト・ウィキャンドイズ・ウェイブ・トゥ・イチ、アザー録音。サードアルバム、天地創造の3曲録音後、ポッター脱退。 サードアルバム、天地創造の2曲録音。ベースは、バントンが弾いている。フォースアルバム、ポーンハーツ録音。これ以降、バントンが、ベースパートを、ベースペダルと、ベースで兼任している。ライブアルバム、マイダ・ベール収録の2曲を録音。フィフスアルバム、ゴッドブラフ。シックス,スアルバム、スティルライフ。セブンスアルバム、ワールドレコード録音。 ライブアルバム、マイラベール収録の6曲を録音。エースアルバム、ザ・クワイエット・ゾーン、ザ・プレジャードーム録音。ライブアルバム、バイタル録音。ナインスアルバム、プレゼント、ライブアルバム、リアルタイム、マイナス・ロイヤル・フェスティバル・ホール録音。2008年に初来日公演を行った。テンスアルバム、トライセクター、イレブンスアルバム、イ新電信マイナス・ア・グラウンディング・イン・ナンバーズ。 12th アルバムオルト録音ライブアルバムライブエイティーザパラディーゾ 13th アルバムドノットディスターブ録音2012年に再来日公演を行ったありがとうございます